はい、前のビデオでは、本屋の中で地図が置いてある場所を見つけることができるっていう、そういう、実際の授業の活動の例をご紹介しました。で、ここでのですね、ちょっと注意点からこのビデオではお話をしたいと思います。このビデオでは、すみません、この、活動ではですね、できれば、やっぱり本物の地図とかですね、あるいはその、せめてね、その画像とか、そういうものを使うといいということですね。それと、まあ、同じことなんですけど、まだ習ってない言葉がたくさんある中で、何かの行動をするにはですね、知らない言葉の中から知っている、言葉を見つけ出して、そしてその行動を行うっていうね、そういう能力が必要です。でそのためにも、必ずまだ習っていない言葉も入れるようにしましょう。これは文系シラバスとは本当に違うところです。はい、文系シラバスでは習っていない言葉は入れないようにするんですけど、行動中心アプローチでは必ず習っていない言葉を入れた方がいいですね。そしてその上で必要ないことは教えないということも、忘れないでほしいと思います。で、じゃあその必要ない知識っていうのはどういうことかっていうと、まあ、例えばここに、書いてあるようなこれテストですね。これ、すいません。これ大事ですから、もう一回言いますけど、これは必要がない悪い例です。これは悪い例ですね。はい。まあ、例えばですね、ここに書いてある1番とか3番のね、そういう言葉を本屋さんで見ることはまずないですよね。ですから、行動中心アプローチでは、これらを見分ける能力っていうのは必要ありません。で、こういう能力を育てる必要がない以上ですね、やっぱり、テストに出す必要もないわけですね。で、それからですね、地図っていう言葉の発音も、ここでは教える必要がありません。はい。で、学習者にですね、質問されたらもちろん、この地図って読むんですよって教えてあげてもいいとは思いますけど、だけど、目で見て、それで地図の売り場を探すだけだったら、発音は必要ないですよね。ですから、教える必要もないわけです。で、大切なのは、この CDS に書いてある行動を行うために、その知識が必要かどうかって、そういうことですね。だけどですね、本屋の店員さんに、質問することも CDS に入っている場合は、もちろんその地図っていう発音を教える必要がありますね。でそれからですね、学習スタイルによって、学習者の中には、この耳で聞かないとその言葉を覚えられないっていう人もいるんですね。でその場合はもちろん地図っていう発音を教えるのはとてもいいことだと思います。はい、で、これがですね、例えば学習者が社交的でね、漢字を読む練習よりも店員さんに聞いた方がいいっていう場合は、そのロールプレイでそのための練習をするのもいいと思います。で、このロールプレイのような会話の授業の例はですね、今週じゃなくて来週のビデオでお話ししたいと思います。ではその次の、ビデオでは、このツーリングする地方の地図を見つけることができるっていう、これについてお話をしたいと思います。はい。では、フィルミレンゲー。